今回は空母を撃沈した潜水艦、275を解説してみるぜ。2号第175潜水艦、275は大日本帝国海軍の潜水艦。1938年12月18日に完成。就役当時の艦名は I-75 でした。ロンドン海軍軍縮条約で潜水艦の保有に制限をかけられた日本海軍は、小型かつ高速で味方艦隊についていける潜水艦の設計に着手。そんなこんなでできたのが I-175 潜水艦。真珠湾攻撃時にはハワイのオアフ島南方で真珠湾から出てくる艦船の偵察を行いました。攻撃後の1941年12月13日、アメリカ艦艇を誘い出すため、マウイ島北方から広沖までの敵艦船攻撃に従事。12月15日夕刻、沖合 4km からマウイ島北部カフルイ港を攻撃。このうち2発がパイナップル缶詰工場に着弾。12月17日、サンフランシスコに向かっていた米商船マニニを捕捉。早速先行して雷撃を仕掛けるも、斜めにずれて命中せず。浮上した後に再度雷撃を行い、魚雷1本が命中。マニニは船尾から沈没、I-175は最初の戦果を上げました。1942年5月にはミッドウェイ作戦に先立ち、錦飛行艇によるハワイ空襲を起とした第二次計作戦が立案され、I-175 にはその支援が命じられます。しかし、通信傍受で第二次計作戦を知ったアメリカ軍は、燃料補給地点となっているフレンチフリケード艦礁に艦隊を派遣。燃料補給担当の I-123、I-121 潜水艦が来た時にはすでに艦礁は占領されており、補給ができない、として第二次計作戦は中止となります。その後はミッドウェー海戦に参戦し、近海に潜んでいるはずのアメリカ空母を探し求めました。6月13日に、敵機動部隊がミッドウェー東方で確認された、との報告を受けて投進するも、すでに日本海軍は敗北しており、6月15日には帰投を命じられます。6月22日、今度はオーストラリア東方とインド洋での通商破壊作戦を開始。砂糖や鉱物などを運んでいた貨物船、商船を撃破します。そんな任務中の8月7日早朝、日本軍が飛行場を建設していたガダルカナル島と、対岸のツラギ島にアメリカ軍が襲来。これを受けて連合艦隊は、I-175 を含む第3潜水船隊に敵艦船攻撃の任を与えました。I-175 は I-174 と共に現地へ到着し哨戒を開始。ですが敵影を見つけられませんでした。8月12日には、2機のドーントレス爆撃機に襲撃されて I-175 は損傷。さらにアメリカ駆逐艦グレイソンとステレットが I-175 を仕留めるべく出撃。I-175 はなんとか敵の包囲網から脱した後、8月17日にラバウルへ寄港し、短期間の修理を受けました。1943年5月17日、今度はキスカ島撤退作戦に参加するため出航。当時はアメリカ軍がアユーシャン列島アッツ島に上陸しており、キスカ島の日本軍将兵が孤立していました。この将兵を救出するため、総勢15隻の潜水艦が参加。6月6日、敵の監視網を突破してキスカ島に到着。補給物資16トンの揚陸と60名の収容に成功し、6月10日に片岡湾へ帰投。6月13日に再び出航し、アメリカ艦隊が遊撃する海域を突破してキスカに到着。物資16トンを揚陸し、傷病兵70名を収容。一方でこの頃、アユーシャン方面では濃霧が盛んに発生しており、日本の潜水艦部隊は霧に紛れることで敵の目から逃れようとしました。しかし、アメリカ艦隊は濃霧の中でも的確に位置を把握できるレーダーを有しており、霧の中から突然砲撃を受ける事態が多発。6月21日までに24、29、27潜水艦が喪失。同日付で潜水艦による撤退作戦は断念されます。救助できたのは872名のみで、これは全体の約 15% に過ぎませんでした。代わりに水上艦艇による救出が試みられ、潜水艦はその支援に徹しました。その後、キスカ島を包囲していた連合軍に全く気づかれず、無傷での守備隊全員の撤収に成功。このことからキスカ島撤退作戦、化合作戦は、奇跡の作戦、と呼ばれています。空母、撃沈。
11月19日、マキンにアメリカ軍が来襲したため A175 は全速でマキンへ向かうぜ。翌20日にはマキン島の戦いが、21日にはタラワ島の戦いが勃発。23日、E175 はくしくもマキンとタラワが陥落したその日にマキン沖に到達。そして翌日3隻の護衛空母を中心としたアメリカ第 52.3 任務軍を発見。護衛空母リスカム、ベイ、ゴーラル、シー、コレヒドールを機関とし、その周囲を戦艦ペンシルバニア、ニューメキシコ、ミシシッピ、従順洋艦ボルモチア、若干数の駆逐艦が取り巻いていた。その頃、マキンとタラワでは島内の掃討が行われており、第 52.3 任務軍はその支援に従事、潜水艦に襲撃される可能性は低いと考え、ジグザグ運動はしていなかった。午前4時36分、戦艦ニューメキシコのレーダーが反応を探知。その反応こそ E175 であったが、逆探装置を持っていたため素早く気づき、急速潜航。ニューメキシコにレーダーの誤認と思わせることに成功する。そして海中で息を殺しながら、敵の臨系陣を突破。一方、リスカム、ベイでは艦載機の発進準備が行われていた。飛行甲板には燃料と弾薬を満載にした13機のヘルキャット戦闘機が並び、格納庫にも7機が待機。艦内には弾薬や爆弾をたくさん積み込んでいた。E175 はリスカムベイまであと約900メートルの距離まで肉薄。午前5時5分、艦載機を発進させるためリスカムベイが艦首を風上に向けた。これがちょうど E175 に右潜伏を晒す格好となり、後期が到来した。午前5時10分、E175 は3隻の空母に向けて4本の救護式酸素魚雷を発射。リスカム、ベイでは見張り員がその魚雷を発見して絶叫。しかし時すでに遅く、魚雷の1本が右舷機関室の後部に命中。リスカムベイの航空機用の爆弾庫を破壊した。その余波で収容されていた爆弾類が一気に引火誘爆。一瞬にして艦尾が吹き飛んだ。爆発で巻き上げられた破片は、1400メートル離れた戦艦ニューメキシコにまで届いたという。激しい爆発によって生じた黒煙はたちまちキノコ雲となり、衝撃波は周囲の艦を揺さぶった。リスカムベイ後部機関室にいた人員は全員死亡。並べられたヘルキャットにも火の手が及び、燃料や爆弾に引火して連鎖的な誘爆を招いたことで飛行甲板は火の海と化す。海面にはリスカムベイから流れ出た重油が広がったが、それにも引火。生存者が海へ脱出するのを妨げた。この時点で消火設備は完全に沈黙。もはや鎮火の目処は立たなかった。これらの損害で第 52.3 任務軍司令ヘンリー、M、ムリニクス少将や、艦長ウィルト G 大佐ら53名の士官と、乗組員591名が死亡。浮いていた全部も次第に右舷へ傾き始め、午前5時33分に沈没。生存者272名は両艦に救助された。その後、E175 は2隻のアメリカ駆逐艦から、6時間にわたって29発の爆雷投下を受け、至近弾8発を食らうも、隙を見て海域からの離脱に成功した。その一方で、ギルバート方面に向かった潜水艦9隻のうち、E19、E21、E35、E39、E40、E38 の6隻が未帰還となった。かろうじて生還した E175、E169、E174 も爆雷で損傷。潜水艦部隊は大損害を受け、稼働艦は著しく減少していた。また E175 の最後も、潜水艦の特性として戦没尾や喪失原因がはっきりしていない。沈んだのは1944年2月4日または17日とされる。戦団護送中のアメリカ駆逐艦ニコラスの爆雷攻撃により撃沈された、とも言われる。ちなみに E175 が挙げたリスカム、米撃沈は、日本潜水艦による敵空母撃沈の3例目だぜ。1例目が E168 による空母ヨークタウン撃沈、2例目が E19 によるワスプ撃沈。そして E175 のリスカムベイ撃沈の戦果が最後の例となった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズっていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。